西岡一生の頭の中へようこそ、パーソナリティの西岡一生です。今日はですね、結構ですね、いろんな人からですね言われるんですよね。株式会社カルペディエム社長っていう肩書きを僕持ってるんですけど、カルペディエムって何してるんですか、そもそもカルペディエムって何っていう名前とか、なんか言いづらいって、カルペディエムみたいなね、何語みたいなね、そんなことよく言われるんですよ。なのでちょっと今日は僕の作った会社カルペディエムっていうものをですね、ちょっと皆さんにですね、まあお披露目じゃないですけど、ちょっと語ろうかなというふうに思います。で、カルペディエムなんですけれど、ですね、コロナ中の2020年の6月にですね、僕が作った会社でございます。で、会社なんかどうしてそんな会社作ろうと思ったんですかみたいな感じなんですけど、もう申し訳ないですけど 100% 成り行きで作りました。いや、作らざるを得なかったので、なんかよくわかんないんだけど作ってしまったという感じになります。はぁ、なんでそんな成り行きでそんなになるんだよって思うかもしれないんですけど、僕はその当時何をやってたのかっていう と、株式会社コルクっていうところで、インターンというか、まあ、そういうような活動をやらせていただいておりました。で、株式会社コルクっていうのがドラゴン桜の、反響を持ってる会社さんなんですね。なので そこでドラゴン桜のお手伝いをさせていただくっていうことを仕事にしていました。編集担当なんて呼ばれてね、編集してたんですね。で、勉強法考えたりとか、で、そこで集まってきてくれた東大生たちと一緒に、そういうことをやってるってことをやってました。で、それをやってて、やってる途中で、ふと思ったんですね。これ、リアルドラゴン桜っつって、学校さんとかに行って、このドラゴン桜の漫画の勉強法とか、やってもらったら、面白いんじゃねって思ったんですよ。で、それで、1校、2校、4校と。まあ4校ぐらいになったんですね、結局。いろんな学校さんに持って行って、よし、じゃあこれでドラゴン桜的に合格してやろうと。まあ別にその、東大行くかどうか分かんないけど、ちょっともう一段階レベルの高い学校に行ってみようみたいなこととかを考えるっていうプロジェクトをやったんですね。逆転合格した東大生たちと一緒にって感じなんですけど、それがね、結構受けたんですよ。結構面白かったし、結構受けたし、結構なんか大きくなってきたんですね、規模感が。で、ここでちょっと問題なのが、それをやってる運営っていうのが、一応その株式会社コルクさんでやってたんですけど、株式会社コルクさんっていうのは、まあ出版の会社なんですね。で、まあ教育の会社ではないっていうか、いろいろ話をして、まあそれでも、出版の一形態として、出版のお手伝いとしてやっていくっていう道もあるし、そうじゃない道もあるし、どうするって感じだったんですけど、そこでちょっと会話して、じゃあこれ別でやった方がいいですねと。ドラゴン桜と関係ない活動もしてみたいし、教育活動っていうのもちょっとやってみたいから、じゃあ別で会社作ってやろっかっていう風になったんですね。というわけで、もう完全に成り行きです。完全に成り行きで2020年の6月に作ることになりましたと。で、最初の授業としては完全に、そのリアルドラゴン桜の受注と、あと僕が本作ってるから、その本の印税入れるっていう、まあそういう感じだったんですよ。ただ僕がやりたかったことっていうのが何かっていうと、これ会社作ってこんな風にやるんだったら、これやってみたいって思ってたことがあって、それが何かっていうと、ドラゴン桜的な東大生を倍に増やすってことをやってみたいと思ったんですよ。どういうことって思うかもしれないんですけど、今東大生って3000人いるんですよ、一学年で。そのうち偏差値が低いところから受かったとか、すごい地方の全然ここ東大合格とか全くいないよねっていうところから東大受かるような人間ってどれぐらいの人数いると思います？僕の試算だよ、僕の試算でいくと 1% だな。30人いるかいないかっていう感じ。まあ、いない時もあるってぐらい。そんなにいるのって思うか、それしかいないのって思うかは皆さんの、まあ、教育に対する思いによって変わってくると思うんですけど、まあ、僕はこれが少ないと思ってて。ねえ、なんかもう、東大批判しますけど、都内の名門校に、もう中学受験、つまり小学3年生ぐらいの時から、教育投資バリバリ受けて、サピックスにお金300万、400万課金して、東大に合格してるっていうような子たち。で、地方のことも何にも知らないし、いじめも見たことないし、貧乏な人っていうののことも全然知りませんっていう人たちが官僚になって国を動かしてる状態って、なんか健全じゃねえよなって思うんですよ。いや、もちろんそういう人たちを否定したいわけでは全くないし、別にそれはそれでいいと思うんだけど、そういう人たちが大多数の
場所ってどうなのっていうふうに僕なんか思うわけですよ。僕みたいな、まあ叩き上げなんて言ったらなんか本当に叩き上げの人には申し訳ないかもしれないけど、まあそういう人間からするとなんかそれは違和感あるなって思うわけよ。そうなった時に、じゃあこのドラゴン桜的な東大生、本当に国を変えるべきやつらがもう30人増えて 2% になって、もう10年後20年後30年後とかに100人200人300人になって1割になったとしたら、まあ面白くないっていう単純にね、桜木先生はバカとブスほど東大に行けなんて言ったわけですけれど、バカとブスが東大に行って、それでバカとブスの気持ちが分かるわけだから国が良くなるってことあるんじゃねって思って、そういうところ作りたいなっていう風に思って、カルペディエムっていう会社を作ったっていう風になります。で、まあ皆さんの大抵の人の疑問ですね、カルペディエムって何っていう、何語っていうね、あれはね、ラテン語なんですよ。カルペディエムという風に発音するんですけれど、これ何かっていうと、ホラティウスのね詩があるんですね、その日を詰め、今を生きる、まあそういう意味の言葉でございます。で、これがですね、昔今を生きるっていう映画があったんですね。ロビン・ウィリアムズ主演とデッド・ポエト・ソサエティというタイトルで作られた映画でした。イギリスの寄宿学校が舞台の映画で、そこで、君たちはこういう風に生きるんだよと、お前は弁護士になるんだ、医者になるんだみたいなことを運命づけられてるような子たちっていうののところにね、ロビン・ウィリアムズがですね、先生がやってきて、そんなんじゃなくてもう自分のやりたいことをやれよと。これはかの有名なひろゆきさんが泣いた映画というふうに言われてるんですけど、っていうような作品があって、僕はその考え方が非常に好きなんですよね。好きにやりゃいいじゃねえかとね、楽しいことやりゃいいじゃねえかっていうふうに思ってて、今ってとんでもねえ数字が出ていてね、日本の子供たちの5年後の幸福度合い、つまり自分があと5年経った時にどれぐらい幸福だと思いますかというアンケートの結果っていうのが出てて、これ2005年でも全世界74位、今どうなってるかっていうと130位ぐらいなんだよね。これね、とんでもなく低い。日本っていうのは世界的に見て子供たちが未来に希望が持てない国なんです。やばいよこの数字は。どんどん未来に希望が持てなくなっていく。そりゃね、なんかやろうって気にならないよ。5年後別に自分幸せに生きられねえぜって思ってるような人間がね、何かやろうって気にならないでしょ。だからこういうところっていうのを変えていかなきゃなんねえんじゃねえかと思ってて、その中の一環としてはやっぱり僕は自分の人生っていうのを自分で考えるような子になってもらいたい、前のめりに生きてほしいというふうに思っている。そういうことが達成できるようになるためにカルペディエムっていう会社を作ったっていうのがあります。で、ありがたいことに偏差値低いところから受かった東大生とか、我々が教えてその子が東大に受かるみたいなことっていうのもいっぱい発生してきてる。これでどんどん循環させていけばいいなっていうふうに思ってる。だから俺別に今東大生で、現役東大生で社長やってるけど、多分もうあと何年かしたら次のやつ社長にするから。で、それでそいつがまた次のリアルドラゴン桜を作って、カルペディエムを作って、でっていう風にどん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 回っていく場になりゃいいなっていう風に思ってます。なので、僕はもうあと何年かしたら辞めるよ多分。俺はみんなに言ってるけど、これっていう風になるんで、まあ、皆さんですね、ぜひですね、まあ、そういう気持ちで僕らのことを応援してもらいたいなという風に思います。皆さんがどういう風に考えるか分かんないんですけど、僕らはそういう風なことを思って会社やっていろいろやってるっていう人間たちです。というのが、まあ西岡一生の頭の中でしたという話なんですけれど、はい。というわけで、西岡一生の頭の中をよろしくお願いします。バイバーイ。